はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。レック社労士コース受講生のね、皆さんにオプション講座、レベルアップオプション講座のですね、プロモーションをさせていただきます。よろしくお願いいたします。レベルアップオプション講座担当しておりますレック専任講師の樺島です。はい、ではですね、早速ちょっとパンフレットのとあるページをちょっと見ていただきたいんですけども、このパンフレット自体ね、お持ちの方、これ今私が開いているのは中上級コースのパンフレットですが、レックですとこのコースですね、合格コース、中上級コース、そしてスピード、マスターコースということで3つコースがあるんですが、そのコース受講生の方であればプラスアルファでですね、別途費用がかかってしまいますが、オプション講座というものが講師別に用意されております。はい、でその私が担当しているのがこのレベルアップオプション講座と呼ばれるもので、はい、それをねちょっとどんなものなのかというのをご紹介させていただくとともに、今もう通学クラスはもう少しスタートして、今私が喋っている時点でですね、労働基準法そして労災保険については終了してしまったんですけども、ただ社会保険まだ、ね、これからなわけですし、社労士試験でやっぱり合格の鍵を握る年金であるとか一般常識であるとかっていうのはまだまだ先の話ですから、まだまだ通学されたいという皆さんも合流できますし、通信でこれを受けていただくことも可能でございます。はい、皆さんの前で授業をするだけでなくですね、今私が収録用のスタジオにいるんですけども、こういうふうな感じで事前に収録スタジオで、収録しているものを、皆さんは通信の講座ということで見ることもできますので、もちろん通信講座であればすでに通学で修了している労働基準法とか労災保険とかも当然見れます。はい、繰り返しまたそれを見れるという点でもね、この通信の教材をうまくね活用していただきたいなというところなんですけど、はい、このレベルアップオプション講座というものはどんなものなのか、もうこれ完全に私オリジナルの講座でございます。はい、レベルアップオプション講座、ちょっとなかなか言えてないですけども、はい、レベルアップオプション講座、はい、ですね、大きく2つで、構成されております。過去問使って深掘り歩行、そして、もう一つが空欄穴埋め復習ゼミ、ですね、はい、この2つで成り立っております。一言で言うと、過去問使って深掘り歩行は過去問って書いてあるからアウトプットに見えますが、これ完全にインプットです。深掘りして歩行する。はい、なんかあまり歩行っていうといいイメージがないですけども、普段のこのコースの授業の中ではですね、なかなか喋りきれないもの、テキストには例えば書かれてはあるんだけれども、とてもじゃないけどちょっと触れられないですね、時間がなくて触れられないような箇所でも過去問では問われたことはなくはないみたいなね、はい、だから過去問から逆に、過去こういう問題が何年に出されましたよ、はい、じゃあこの問題を説明するときに、じゃあテキストの実はちょっとちっちゃいんだけどこの参考の部分に実は書いてありましてみたいな、でテキストに書かれている情報っていうのも全部ではなかったりするんですよね。でそれを私の方で、この深掘り歩行用にですねレジュメを作って、さらに深掘りしていこうと。はい、普段の授業の中ではできない、プラスアルファのお話をですね、私が惜しみなく披露するというですね、非常に何て言うんでしょう、私にとっても満足感の高いですね何て言うんでしょう、喋り好きな私としてはですね、はい、っていうような非常に私もウキウキワクワクしながらやってるような、それがこの過去問使って深掘り歩行です。はい、でもう一つのクーラー穴埋め復習ゼミ、これはもう完全にアウトプットです。はい、どっちかというとその社労士試験でいう午前、午前の試験と言われる選択式試験ですね。はい、最終的に合否を左右するですね、選択式試験をイメージして空欄穴埋め、空欄穴埋めの試験なので、はい、それを最終的には意識して、だから選択式対策のレジュメとしても最終的には使っていただけること間違いなし、というね空欄穴埋め復習ゼミ、というものがあります。はい、さっきの過去問使って深掘り歩行はもうただただ楽しいという感じなんですけどもやってる私がですね、空欄穴埋め復習ゼミ楽しくないわけではないんですよ、ないんですけども、とにかくもう私はひたすら2時間半みんなと一緒に問題文を読みながら、そして私が作った空欄、穴埋めの問題ですね、はい、それを使いながらひたすら空欄を埋めていきながら、1科目を2時間半で、復習すると。はい、目的は復習です。はい、目的は復習、そのために演習形式でわーっとやっていくと。はい、ということ。こっちはもうそのレジュメプラスアルファで私がこうおしゃべりを楽しむですね、そんな余裕はあまりなくてですね、はい、もうひたすらただただ空欄を埋めていくと。いうちょっと私はまあどちらかというと、マシーンみたいなね、はい、感じに徹しなければいけない、そういう2時間半なんですけど、はい、楽しくないわけではないんですよ、はい、もうただただひたすら空欄を埋めていきながら復習すると、はい、そんなような感じですね、はい、それが空欄穴埋め復習ゼミです、この深掘り歩行そして空欄穴埋め復習ゼミ、これを、一つの科目の中でこう、両方をやりながら、その科目のおさらいをしていこうと。そういう話でございます。はい、でそのパンフレットの下のところにも書かれていますが、過去問を使って深掘り歩行については1科目16個テーマがありまして、その16個をそれ要するに16問ってことですね。16問をピックアップして要するに16個を深掘りしていくというふうな感じ。はい、っていうのがこの過去問を使って深掘り歩行です。はい、労働基準法、そして労災保険、雇用保険、はい、安永法とかね、徴収法は入ってないです。安永法、徴収法については、要するにそもそもマニアックな科目なんですよね。はい、マニアックな科目をそんなに深掘りする必要もないということで、安永法、徴収法は入っておりません。で、あと労働の一般常識と社会保険の一般常識は、セットにしている感じです。はい、労働の一般常識と社会保険の一般常識はセットで扱っていくと、はい、だ最後に一般常識1回と、そういうふうな感じですね。はい、これが過去問を使って深掘り歩行です。で空欄穴埋め復習ゼミについては、はい、これ全9回ということで、安永法と徴収法をワンセット。安永法と徴収法をワンセットにして1回、ということで、はい、全部で9回、でこっちはね、労働の一般常識と社会保険の一般常識は分けて、行っていくというふうな感じになります。でこっちの空欄穴埋め復習ゼミはそれぞれの科目についてテーマを10個に分けて、例えばということでサンプルの設定をおりますけども、例えば労働基準法ならばこんな感じですね。はい、テキストって大体総則からスタートしますが、もう総則とかはもう一番最後です。その他ということで総則、雑則、あと罰則とかね、はい、ということで、この一番最後にひとまとめ、はい、もう本当にテーマ1番からもうこのテキストの核になるようなですね、重要なところでスタートする。はい、労働契約0102、やっぱり重要なテーマについては複数の話を使って、ここだとテーマ1テーマ2両方を使って労働契約の話を完結する。で労働基準法で一番重要なのは労働時間休憩休日なので、そこについてはもう、そのエピソード3つ分使ってね、テーマ3つ分使って、復習していくと、そんな感じですね。はい、労働基準法はこんな感じで、労災保険もご覧の通り、保険関係の科目ですと給付が中心ということになりますので、この労災保険、01、02、03ということで3つ使って、展開していくと、そんな感じです。はい、そういうふうな感じで、一応こういうがテーマ決めのサンプルということですね。はい、雇用保険とか健康保険とかもこういうふうな感じで進めて、まいります。はい、特にこの空欄穴埋め復習ゼミについては、先ほどの話の中でもいたしましたが、試験直前期にですね、非常に大きなこう力を発揮すると思いますね。はい、空欄穴埋め復習ゼミ、空欄を自力で、こう埋めていく、いわゆる記述式のタイプで、こっちはね、もう数字をメインにしてまとめていくと。でもう一つは、空欄二択チェック形式ってことで、これは択一も見据えての対策になるんですけど、はい、この特にこの空欄を自力で埋めていく記述式タイプ、往々にしてね、数字を空欄にしています。はい、でやっぱりいつの試験でもそうですけども、令和5年の試験でもそうでしたが、やっぱりね、最後鍵を握るのは数字のまとめなんですよね、ということ。だからもうそれを試験の直前期に集中してやるんじゃなくて、もう普段の学習からですね、数字のまとめ、数字を使って復習していくと。はい、っていうことができるようにするための教材を私はそもそも作ろうと思って、このオプション講座を開発しておりましたので、はい、私はもうそれが自分の良さでもあると思ってますが、やっぱりその試験本番でどうあるべきなのかと、はい、どういう自分になっているべきなのかと、そこから逆算してこうカリキュラムを立てていますので、はい、ぜひともこのレベルアップオプション講座をぜひね、これやっていただきたい。はい、で今これを見てじゃあ始めようかなという方は、まあ、どうでしょうね、7割方通信で進めていくかと思うんですけども、絶対に貯めないでくださいね、はい、絶対に貯めずに、もうもらったそばから消化していくというふうにしていっていただきたい。試験の直前のまとめで使うんじゃなく、まとめでも使えるんですけども、そうじゃなくても早めに、消化していただきたいなというふうに思っております。そうじゃないとこの講座の良さがですね、生きてはこないし、本当に試験直前で深掘りする必要ってほとんどなくなってきますからね、はい、ということだから、深掘り講座を堪能していただくためにも早めに、どうぞ教材が届いたら早めに、始めていただきたい、というふうに思います。はい、さあということで、まあ、ちょっと10分ぐらいでね説明、しようと思っていましたので、もう今10分ちょっと過ぎておりますので、はい、これにて終了とさせていただきます。はい、どうぞ、まあ、教室でもそしてご自宅でもこのレベルアップオプション講座をフル活用して、合格につなげていただきたいというふうに思います。はい、であと試験直前期にまた改めて別の機会でコマーシャルもさせていただきますが、道場というものもね、別途ありますので、またそれは別途案内できるタイミングでご案内していきたいなというふうに思っております。はい、それではレック専任講師の樺島からのご案内でした。どうもありがとうございました。最後までありがとうございました。